で、ここずっと登っていってもらっていいですかね。で、そこからね、はい、そこ左にガッタンガッタンになってるところの、はい、左、はい、こっちで、はい、で、ガッタンガッタンってなって、はい、こいしょ、突き当たって右に行ってみましょう。この辺、そこ赤と赤の間行きましょうか。はい、はい、どうぞ、うん、うん、はい、OK。 あ、ごめんなさい、はい、はい、OK。 右側が狭いっていうことは左に、そう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 、そう、うん、で左に行ってるでしょ、はい、うん、で右に、うん、あ、大丈夫かな、うん、行けてます、はい、今左どうですか。あ、大丈夫、あ、開いてます。ほんならハンドルはどうしますか。もう右に切っちゃってるんで前に行って、ここで、あ、違う、あ、左が空いてるんだから、そう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 ですね、そうそうそう、ほんなら左にこうで行くでしょ、はい、うん、で、ちょっとハンドル貸しておいてもらって、はい、で、ブレーキ離して、はい、うん、これで入るんですね、もうね、はい、入りました、あれ、はい、入りましたね、はい、OK です、はい、うん、これがね、今、まあ、こういうのも練習のうちなんで、うん、はい、今何が起こったかっていうと、はい、あのバックギアにポコッと入れたでしょ、はい、でグーってまあ回しながらこう右ミラー見てはったでしょ、じーっとね、はいはい、なら、まあ、両方ちょっと赤い車やったんですけど、はい、こうバックしてて、右なんか近くなってきたな、はい、思いませんでした。思いました。あ、やばいと思って。うん、あ、右なんか近いわ。はい、って思った時に左側はどうですか、ね。開いてますね。ということはその、あ、近づいてきたなって思った時に、うん、左に、そうそうそう、切ってたら左に行くんですよね。うん、うん、っていうこと、うん、そうですね、なんですよね。うん、うん、その辺の判断が遅れるんですよね。そう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 。うん、で、あの今なんでドキドキしちゃったかっていうと、はい、右の車近寄りすぎなんですよね。そのままずっと右に切ってる状態をずっと保ってたんで、右に近いっていうのは分かってたんやけど、そのままやったんですよね。あれ、右近いなって思ったらハンドルは左、そう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 なんですよ。だからこういうのもね、体験することによって、あ、そうなったらちょっとまずいなって思うじゃないですか。今日このパターンは初めて出たんですよ。いつも右側が開くとか左側が開くとかね、でそれは前に行って修正するみたいな感じでやってたんですけど、まあ、結局はあの基本の動きをね、はい、あのやってて、あれ右近いなと思ったら左側は開いてるということですね、はい、で右側があの開いてるなと思ったら左側は近い、うん、そうそうそう、寄ってるな、右に回す、そう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 ね、はい、うん、
でそれ以上もう右に回しててあれもうこれ以上もう行かへんわって思った時には前に行くみたいな、はい、そういう動きなんですよね、はいうん、はいはいはい、うん、だから次のところ行ってみましょうかね、はい、だからドライブに入れて、はい、うん、ハンドルレーンでした。はい、はい、ならどうぞ。でそのままブーンと走ってもらうと、はい、でまっすぐまっすぐ走ってそこから右ですね。右ですか。はい。はい。直進右。はい、まっすぐで。でまた右側に何かいっぱいありますよね。止めるところがね。はい。どこ止めましょうか。この その辺。はい。前の方みたいな。うん。うん、はい。完璧じゃないですか、これ。はい。完璧ですね。はい。行けました。はい。はい。あ、よかった。はい。はい。はい。P に入れてください。はい、OK。うん、完璧ですね。はい。今のはね。はい。